消費税上がりましたね。そうですね、はい、2% で今消費税が 8% と 10% あるじゃない、うん、そうですね、コンビニとかで 10% ですとか 8% ですとか書いてあるじゃない、はい、あれの意味って分かる、うん、少しだけ分かります。そうですね、うちの 8% とあっちの 10% はジョークが大体、例えばアルコールとか食べ物とかそれが 10% でも普通の非常品がもう 10% ですね。 10% ですね。でもよく分別できないです、ね、そう、そうです、分別できないです、うん、それが分けられると思います。食べ物だと大体 8% で、あの他の日用品は 10% になりますので、例えばコンビニとか行って買って、その店内で食べるならそれは 10% になります。でも店内とか外で食べるのかよく聞かないでしょ。あ、それは聞かないかも。聞かない、でも全然聞かない。マクドナルド、あ、それは 10% ケンタッキーフライドチキン、あ、外で食べますか、持って帰りますか、あ、店内ですか、そこで値段違うよね。あ、そうです、気にしてる、うん、あんまり 2% なんて。そうです、ね、食べたいだったら、あ、食べるそれあと疲れた時はね、何でも何でもいいと思います。うん、あんまり気にしてない。はい、そうですね。